我が国において、新型コロナウイルス感染症に関わる緊急事態宣言がなされ、兵庫県でも、外出のさらなる自粛、医療体制の確保や休業要請など、当面の対応方針が示されました。姫路市においても、姫路市緊急事態宣言を行い、国の方針である8割の接触削減を目標に、本市としては次のことに取り組んでまいります。 自分そして自分の身近な人の命と健康を守るためには皆様お一人お一人の対応が必要です。まず自らの命は自分で守ってください。次に自分の大切なご家族の命を守る行動を起こしてください。生活の維持に必要な場合を除きみだりに居宅等から外出しないでください。 帰省旅行、会食はおやめください市役所自らも県の対応を踏まえ8割の接触削減を達成すべく最善を尽くしてまいります具体的には半編成による在宅勤務休暇取得により出勤者を削減しますやむを得ず出勤しなくてはならない場合時差出勤によって通勤時の 混雑緩和に努めます市の窓口業務については不要不急な案件については原則として閉鎖します市民生活に不可欠な部署窓口については2分の1をめどに縮小します事業の公募や入札に関する事務については一同に介して行う入札方法を改めすでに導入されている 電子入入入札札をを拡充し、さらに郵便入札の導入検討を進めてままいります。大切な子どもの命を最優先に考え、保育所認定こども園は、4月17日金曜日から5月6日水曜日までの間、特別な事情をお持ちの方に限定して保育を行う特別保育に移行します。 医療従事者や社会の機能を維持するために就業の継続が必要な方など家庭での保育が困難な方は相談してください市が運営する放課後児童クラブについても同様とします保護者の皆様は大切な子どもの命は自分たちの手で守るこのことを基本に行動してくださいまた 市内の事業者の皆様には保護者の心情にもご配慮いただき兵庫県の休業要請休業の協力依頼を重く受け止め対応してください最後に姫路市は人の命を最優先に迅速な対応を行います市民の皆様にはご不便をおかけするかもしれませんがこの難局を乗り越えるためにご理解と ご協力を切にお願いします。